栃木県日光市で昨日局地的な大雨や強風により日光東照宮へ続く並木道で倒木が相次ぐなどの被害がありました。日光市板橋市内の霊平市街道です。こちらでは昨日の雷雨の影響で木が倒れ現在も通行止めになっています。昨日午後3時ごろ、栃木県日光市の国道で多数の倒木があると119番通報がありました。消防が駆けつけると20本以上の杉が道路を塞ぐ状態で倒れているのが見つかりました。日光市では杉が倒れたとみられる時間帯に大雨洪水警報が出ていて最大瞬間風速18メートルを超える強風が吹いていました。この並木道は世界遺産の日光東照宮へ続く道で樹齢380年を超えるような杉も連なっています。